今の生の谷村動いているやつを皆さんにちゃんとご覧いただこうというので、だからみんなと一緒に散歩してるっていう、そんな番組を作っていきたいなと思いまして、タイトルは日々口実日日、良い日、正確には日日これ口日というのが正確な言い方なんですが、僕は日々口実ってつけたかったのは、どんな日でも雨が降ってても風が吹いてても嵐の中でも自分の心の持ち方次第ではそれは素敵な一日にできるよと、なんかそんな思いを込めて日々口実、今日皆さんご案内したいなと思っているのは、芝にあります有名な増上寺というお寺になります。確かに今ちょうど最高です、工事中です静電の方です、ね、でももうこの辺は桜の名所でもありますんで、実はこの山門こっちから見るとすごくでかいんですけど、はい、実は昔ちょうど40年近く前にここにステージを作りまして、ジャパネスクってコンサートをしてるんです。ここでね、はい、北島三郎さんと2人でここでリハーサルをした時に、もう北島さんがもう当時から大御所でしたからね、それでリハーサルってあんまりされないみたいなんですけど、谷村とやるんだったらリハーサル俺も付き合うよって、それで確かロールスロイスでこの中入ってらっしゃる、はい、ゲーって思ってびっくりして、それでロールスロイスからジーパンで降りてらっしゃるんですサブちゃんが、サブちゃんがいやかっこいいと思って。